60分一本勝負を行います。ラフォーナー挑戦者225ポンド小川よしなり、ワンチャンスで決める小川よしなり。裏側コーナー GC ヘビー級選手権者270ポンド小橋健太、王者の崇高なる存在小橋健太。GAC ヘビー級選手権試合、第6代王者小橋健太の5度目の防衛戦です。あーっと水をかけて奇襲をかけた、ドンが7枚奇襲を倒して勝ちましたか。今ドンが、やはり小川が仕掛けました。放送の解説は小橋の熱さと小川の上手を誰よりも知る秋山純選手です。秋山さん、はい、やはり仕掛けましたね。そうですね、逆水平で追い込んでいく小橋です。このシリーズを通じての小川の行動どう見ますか。そうですね、あれがやっぱり小川さんの一つの作戦というかね、自分の流れに持っていく方法なんでね、その小橋をこう、ま、なんと言いますか、この怒らせる挑発することにかけては、このシリーズ通じて非常に目覚ましいものがありました。調印式欠席もありました。広島大会ベルトでの襲撃事件もありました。それらの全てを受けてこのリングに立っている王者小橋健太であります。ブレンドスターの壁、こらえた、小川がこらえて切り返して腕を取った、腕を取り返す小橋、しかし狂った1回戦、鮮やかな身のこなしからワンチャンスを狙っている小川よしなりであります。ここは小川が小橋の動きを止めました。秋山さん、はい、小川の怖さ何ですか。そうですね、速い動きも、ね、できるんですけどね、それがちょっと普通の人とは違ってね、レフリーの資格をついてきたりするんで、はい、その辺が気をつけないと。秋山さんにとっては忘れたくでも忘れられないあの有明コロシアム4分20秒の敗戦がありましたね。そうですね、あの時もリストクラッチをかわしての丸め込みでした、はい、そしてこのシリーズでも小橋はハーフネルソンを仕掛けたところをかわされました。その一瞬の隙を突く鮮やかさというのはありますよね。そうですね、それもどちらも初めて、ね、やられた技だったので、はい、やっぱり僕も小橋さんもそれでやられてましたね、そして場外です。場外、おっと顔面張っていった、小川が張っていきました。そしてどうなんでしょう秋山さん、はい、その挑発を受けてきた小橋の、まあ、心境というのを推察すると、はい、そうですね、まあ、今は怒りで 100% ってことじゃないですか。でもそれがやっぱり小川さんの作戦というかね、冷静さを奪うというのが、はい、あの人の作戦なんでね、これも今完全にもう小川さんのペースですよね、間合いと言いますか距離と言いますか、全て小川主導権。飛びついた、ショルダータックルをかわして飛びついたスリーパー、それを後ろに強引に持っていた小橋健太です。広島大会でタックのベルトを防衛直後、小川が乱入いたしましてベルトで襲撃、小橋の顔面額のあたりが血に染まりました。重い逆水平、何か気持ちのこもっている逆水平です。あの広島大会で秋山さん、はい、試合の後小橋選手と握手しましたね、はいはい、あれはどんな思いからですか。いや、あれはまあただ単に会場の雰囲気があんまり良くなかったんでね。それです。しかし驚きました、はい、さあグラウンドの展開に、久しぶりに見た、小橋も自分のペースに引き戻そうとしています。リングを回っていく、自分のペースだ小橋健太、ローリングクレードル、これカバーしている、2カウントです。1つ自分の方にペースを手繰り寄せました小橋健太。いや、これ多分でもペースを手繰り寄せたというか、いつもと違うことを小橋さんにやらせている小川さんのペースです、これ。あ、そうなんですか、はい、小川ペースですか、はい、コーナーには追い込んでいます。逆水平を打っていく、ローリングの担ぎり、試合前にこの小川が語っていたんですが、小橋のパターンはもう読んでいるということがありましたけれども、はい、やはりその鋭さというのはありますかね。でしょうね、もう完全に読んでると思います。 10.15 千葉大会ハーフネルソンをかわしての一瞬の丸め込み、小橋から勝利を挙げました。レフリーを払いのけて今小川の髪の毛を掴んでいます。開幕の後楽園ホールでも乱入がありました。ダウンの状態です。立てません。先ほどのローリング毛下げですか ね、 そ う、 ですね、うつ伏せ状態でピクリともしません。今レフリー西永が
後ろから襲いかかっていきました。秋山さんとの有明プロシアムは4分20秒でした、はい、さあ今度は鉄柱を使って徹底した膝への攻撃であります。爆弾を抱える箇所、その小橋の膝、そして今度はサポーターのあたりに手をかけて、あっと強引にそのサポーター、巻かれたサポーターに今手をやりました。薄くしておいてバックスインから鉄柱に打ちつけていきました。今5分が経過しました。 GSC ヘビー級選手権試合、小橋健太対小川義成、5分が経過いたしました。今のも息子起き上がってきて背後から来ましたね。そうですね、ああいうとこもうまいですからね。その膝を狙いながら今度はリングの中に戻ってまいりました。徹底したこの小橋の膝への攻撃、ああ歯に取ります。秋山さんも冷徹ということにかけては、はい、引いてたものがあると思いますが、はい、この小川の攻撃いかがでしょう。そうですね、まあ、リズムで非常にいい攻撃しますからね、弱いところを狙われるというのは勝負の世界では仕方ないことであります。鬼門の表情の小橋、5度目の防衛戦であります。どっかでやっぱりこれ途切らないとだんだん足にきますからね。そうですね、その足へのダメージというのは後々響きますか。そうですね、ラリアットであれ、まあ、パワーファイター小橋の技一つ一つ下半身へのこのダメージというのは後々大きく試合を左右してしまいます。この小川は言っていました、自分が勝っても負けてもベルトは小橋に戻らないだろうという恐ろしい予言までしています。グラウンドでのフェイスロックをかけました小橋。あ、やはり秋山さん、こう見ていますと小橋がなかなか自分の思うようなペースというのをつかめないように見えてまいりました。早めにやっぱりこれなんとかしないと、どん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 小川さんのペースになってきますよね、はい、先ほど5分が経過しましたが、グラウンドでのスリーパー、あまり普段見ない光景であります。元第3代の GAC 王者だった小川義成、本日放送の解説の秋山さんからベルトを奪いまして、高山選手に敗れるまで5ヶ月ベルトを保持いたしました。さあ今度はエプロンです。ちょうど角の硬い部分に膝の裏のあたりを打ち付けていきました。徹底してますね。しかし小橋健太もそう簡単には壊れません。会場1万6000人超満員の日本武道館から小橋コールが起きました。秋山さんもこの小橋の膝を狙ったことがあると思いますが、はい、結構頑丈ですよね。そうですね、もうテーピングにがっつり巻いてますからね、はい、早々のことでは大丈夫だと思うんですけど、でもやっぱりここまでね集中的にやられるとやっぱりどうしても足にきますからね。体重90キロ、万有引力を味方につけまして膝に体を落としていきました。コーナーが近いあたりから今度はリングの中央徹底しています。このシリーズの開幕の後楽園ホールで乱入、椅子で膝攻撃から始まりました小川の揺さぶり。そして今度は膝の裏、昨日の調印式を小川が欠席するという事態にまで発展いたしましたね、はいはい、これは精神的には小橋に対してはどうなんでしょう。どうですかね、やっぱり揺さぶってきてるんでしょうね。異例の事態、鈴木小太郎選手を代理人として人情を持たせて調印式に臨ませた小川義成。ああこれだけ苦しい表情の小橋、まだ序盤です。10分経っていません。頭を掴んだ一瞬の切り返しがある。前哨戦ではハーフネルソンから切り返していった、逆水平でなんとか打開しようとしますが、あそして徹底して左膝抱え上げている。このまま落とすと危ない。小橋がエルボーで防ごうとしている。トラップマン打つ、渦を巻いて落ちていった王者。厳しい攻撃だ。シングルのボストンクラブの対戦こらえてはいますが、王者小橋のこのような姿、パワーで返していこうと腕を伸ばしています。 GAC の2回目の小橋健太、やりながらというところに来ています。払いのけました。1シリーズ2度の防衛戦を2シリーズ連続で行っている小橋健太です。 10.24 広島大会では GAC のタック防衛成功、しかしその直後乱入してきたのが、その試合を放送解説していたこの小川義成でありました。
小橋の額を割ったベルトでの襲撃。さあここで小橋の顔色が変わった。左膝を出しています、前に出しています。逆水平、その手の思いを込めた逆水平。さあここで追い込んだ。ペースを変えるか、流れを変えるか。そうさせない、あっと体を起こした。再び下一発、今宵2発目。10分経過、10分間試合を小川が支配しています。一旦小橋に流れが勝ち越しかけたと思ったんですが、秋山さん、まあ、でも最初から全く小橋のペースつかめないですよね、本当に。捉えている小橋の姿しか映りません。小橋のパターンは全て読んでいる、ワンパターンである。試合前そんな発言がありました小川義成。しかし小橋はその言葉に対しまして、そのパターンだけではない、いろいろなバリエーションがある、そう返答いたしました。さあ再び鉄柱であります。鉄柱に足を4の字にして拷問のような体勢。さあ体重を預けます、全ての体重をこの小橋の膝、痛めている。振り傷のある爆弾の部署、この左の膝に徹底的に攻撃を絞っています。90キロとはいえ厳しいですね。そうですね、あの打撃で膝を攻撃するよりもこういうストレッチ技の方が効くと思うんですよね、膝には。そうなんですか、はい、徹底した厳しい攻撃、小川義成であります。制裁を下すどころか、この小川のペースにはまっている小橋健太。ゆっくりとリングに戻ったのが挑戦者の小川義成です。うずくまっている王者の、ああ王者の小橋に対して立てそう、立っているのが挑戦者。張っていきます、小橋を張っていく。どよめいた日本武道館、こづいた、あっと額のあたり、立てた。さあ立ち上がった、顔面に打撃、表情が変わるか。前から蹴っていく、逆水平かわした、速い動きだぞ。後頭部を強打いたしました小川、しかしここから立てません小橋です。なかなか切り替えることができません。小川としては序盤の10分上々ですか。そうですね、バックを捉えている。さあジャーマの体勢、ハーフネルソンから切り返しがあった、バックドロップか。18番の取り、ここからだ、ハーフネルソンかわしてバックドロップの体勢、投げるか、打つか、抜くか、捉えた。あっとレフリー西田が今小橋とコーナーのポストの間に挟まれました。そこをエンド、完璧に捉えた。レフリー西田がリングの下、それを見た小川がバックドロップ。エンズイからバックドロップ、レフリー西田がピクリともしません。そしてカバーしています、しかしレフリーがいません。レフリー放送席前、小橋が動きません。そしてこちら大の字のレフリー西田が今ニヤッといたしました。ん、今度はアート狂気攻撃だ、ゴミを持ったラフファイトだ、小橋のリングだ。膝に目がけてレフィーがいない隙に小川がラフファイト、小橋の膝目がけて小川を守備しているファンもいます。徹底してこの膝、ついに本部席のゴングまで持ってまいりました。レフリーまだ動けません、ちょっと異常事態ですね。そうですね、三度この鉄柱へ。さあそして今一度待った、ガツンという音、骨にぶち当たっていきました。今ようやくレフリー西田が立ち上がろうというところ、そして今小川がコーナーのあたりうずくまっているのが王者の小橋です。傑作に返していきました、なんとか返していきました。小川がテーピングを取っています。どよめいてまいりました日本武道館。鉄柱へ、広島大会では小橋が流血した、その傷はやった、なんだ今の激しさは。鉄柱にぶち当たっていった、怒りがこもってましたね。そうですね、崩れ落ちた。今度はこちら小川義成です。広島大会では防衛成功直後、そのベルトを強奪されまして、そのベルトで額を割られた小橋健太、目には目を、歯には歯を、流血には流血を。あっとそこから来た、
抜けた、ローリング受け継ぎで表情が変わった、鬼の小橋になっている。秋山さん、はい、鬼の小橋久々に見ましたね。そうですね、でまだ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 ですか。これじゃ、ね、秋山さんが見つめています。ちょうど放送席の前、徹底した膝攻撃があり、今サポーターを自ら直しています。そして先ほど鉄柱攻撃を受けた小川、両者とも今15分経過しました。 GAC のヘビー級選手権試合60分一本勝負、15分経過、ようやく今小橋が立ちました。小橋が先に立ちました。リングの中に戻すことができるでしょうか。流血、流血、期待を奪われた。そしてその期待に向かって鉄拳制裁、王者の崇高なる制裁だ。小川千田沼、広島の鍵を武道館で返している。倍返し、3倍返し、血だるまになった小川流血。小橋がゆっくりと堂々と戻りました。鉄柱攻撃、そしてその額への鉄拳制裁、頭を掴んだ、もう一度いく、右ストレート、ふらついてきた、もう一度だ。何かが乗り移ったかのような小橋健太、開幕の乱入、そして広島でのベルトでの襲撃、昨日の調印式欠席、全ての思いをこのリングでぶつけています。こうなってはかなり厳しくなってまいりました。小川、さっきの鉄柱ですね。そうですね、広島の逆の立場となっています。逆水平、胸めがけて逆水平、そしてその額にこだわっていきます。試合序盤から膝を攻められました。その返しとばかりに王者の小橋、仁王立ち、さあそして花道だ、花道で動けない小川厳しくなりましたね。そうですね、でもまだまだ油断できないです。できませんか。ああ来た、ああ死んではいない。さあそこでロープに飛ばしてキッチンシンク DDT、 期待を割られた人間が DDT、 どうですか秋山さん。いや、かなり効いてると思いますね。今の膝を今確かめました小橋、血でちょっと視界が悪くなっているかもわからないですね。そうですか、はい、傷の痛みというのももちろんあるでしょうが、これだけの流血、うん、少しこの目がうつろな感じですね。目に入るとかなりかすみますね。あ、そうなんですか、はい、強引に戻しました。今血を吹いた、リングで血を吹いたチャレンジャーの小川、全ての思いを、そして怒りを溜めてきた。あ、そして完全にナックルパート握り拳であります。そして握っている逆に一発、小川の体が宙に浮きました。血の GHC となりました。小川が返している、加工が返した、これは小橋が読んでいた。そしてバックドロップか、溜めている、高さがある、落としていく、溜めて怒りを溜めて落としていった、バックドロップ。しかしもしかしたらこの小川も一瞬のチャンスを狙ってるかもしれませんね。そうですね、僕全然でもまだ小橋のペースになってるとは思えないんですよ。え、まだなってないですか、はい、あと額に、あ、これはかつて新潟で見たことがある、あれは小橋高山戦だった、コーナーに送る、あと額です額を奪われた小川芳成、呆然という状態、ふらついた、まだ立てない、バックもあるか、パワーボムの体勢、コーナーが近いぞ、リングの中か、抱え寝ている、落とした、ジャックナイフ、ジャックマン体勢、小川は返します。高さのあるパワーボムからジャックナイフ、まだですかペースとしては、スリーパー、
僕は負けてるんでね、いいところまで攻め込んで、だからどうしても最後の最後まではこの人の場合わからないですか。わからないですね。今度はスリーパーを持ってまいりました。頸動脈を止めています。表情が変わってきた。先ほどまでの流血の表情とはまた違う苦しい表情になっている小川慶成。そういえばあの有明の時も秋山さん決めるポーズをして盤石の体勢でリスクマッチでしたよ ね。僕も最後の一撃でもう決まってるところでやられましたからね、はい、だから最後まで小川さんの場合は結果落ちたか。最後の最後までわからないというこの小川の一瞬のチャンスを狙うその動き、小橋が一つずつ追い込んでいることは確かです。しかし勝負は最後まで分かりません。20分が経過しました。小橋健太対小川慶成、第6代王者小橋の5度目の防衛戦。合っていくナックルパート。これだけ小橋がナックルパートにこだわるというのもあまり記憶がありません。今西永が割って入ろうとしている。その西永を掴んだ、西永掴んだ、あーっと急所、急所を捉えた。レフリーの資格これですね。両者ダウンであります。追い込んで追い込んで追い込んでいるんですが決めの一手が出せません。20分経過しましたね、はい。有識者の予想ですと短期決戦にあるそんなものも聞かれました。しかし20分経過、短期で仕留めることができない小橋。ダウンカウント両者に数えられています。6まで数えられた。両者ほぼ同時、両者ほぼ同時、互角だ。円錐を取られた。ここで小川コース切り取らんばかりの鋭い逆水平。さあ今度は赤コーナーのトップ、コーナーのトップに小川を据えつけました。セカンドロープから流れ式で持ってくるブレンバスター。構えた、腕を入れた、流れ式ブレンバスター、流れ式のブレンバスターからカバー。小川は目覚めたか。小橋が仁王立ちだ。バックを取る、ハーフデューさん、ここだ。膝を狙った、バックを取る、バックドロップ。ハーフネルソン打たせません。もう一度こだわった、丸め込んだ、小川チャンス。一瞬の丸め込み、あれは千葉大会だった。前哨戦では勝っている小川、かわしてバッタ取った、スクールボー来た。ここに来て小川が生き返った。円錐への逆水平、そして三谷チャレンジ。ハーフネルソンこらえる、こらえている、小川こらえている。走った、小橋も対応しています。切り返してきましたね小川。この小技というものがあります。秋山さんのこの小川慶成を追い込んで追い込んで最後の一手で逆転されました。野球で言えばサヨナラ負けに匹敵する小川の切り返し。さあ小橋が、小橋が拳を握った。バックスイング、ラリアット返した、ラリアット返して飛びついた、小川飛びついた、振りほどくラリアットが腕の先端、ラリアット満足しない。体を止めました、こらえました。決定制裁がありました。広島の狩りをと言ってか、握った、バックスイング、バラッと首を捉えた。王者のゴロワン制覇になる。第6代 GSC ヘビー級王者小橋健太、5度目の防衛成功。小川をラリアットで下しました。流血の小川、鬼になった小橋、GSC を小橋が守りました。23分51秒、ラリアットから攻めた小橋健太、勝者チャンピオンの小橋健太、5度目の防衛に成功いたしました。
リングの下の小川を見つめている小橋健太。そして今ベルトが確かに小橋の元に戻りました。